理由はですね、 IT 技術を用いて教育業界に革新を。面接官だったらどうですか。どんな切り口でこう質問していても必ずポケットを用意してる。どうもしゅんです。こんにちは。今回は合格者面接シリーズ日本 IBM 編ということで、実際に日本 IBM に合格した方に来ていただきました。今回面接をしていただくのは石坂さんです。よろしくお願いします。今回の合格者面接を実際の就活生の立場から高橋さんにもオーディエンスとして来ていただきました。早速面接の方をお願いできたらなと思います。松本さん、今日はありがとうございます。では私は大手 IT 企業の採用の人ということで、させていただきます。よろしくお願いいたします。では簡単にですね、1分間少々でですね、自己紹介をお願いいたします。はい、22卒の松本と申します。大学では英文学を専攻しておりました。ちょうど数ヶ月ほど前にですね、アメリカの某大学から帰国したばかりでございます。本日はお時間を取りいただき誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、はい、希望の業界が IT 業界ということなので、はい、なぜその IT 業界を志望されているのかとかですね、志望理由のところを話していただけますか。かしこまりました。IT 業界を志望した理由はですね、 IT 技術を用いて教育業界に革新をもたらしたいと思ったため IT 業界を志望いたしました。具体的に申し上げますと、AI 技術を活用して、貧困層の方に対しても安価で高レベルな教育を提供したいというふうなことを学生時代から思っておりました。そのため、新卒ではですね、 AI の技術であったり最先端のテクノロジー技術が学べるであろう IT 業界を志望しています。わかりました。その中でも IT 業界、の方に入るのか、ベンダー側に入るのか、あるいはもう教育業界の方に入って AI を使ってそういったサービスを作るっていう選択肢があったと思うんですけども、なぜIT 業界側の方に選ばれたのかなっていうのをちょっと教えていただけますか。そうですね、IT 業界側を選んだ理由はですね、教育側のことはある程度知ってきたので、IT 側のことも知っていこうというふうに思ったからです。教育側のことをある程度知っているというふうなのですね、私大学5年間ですね、某、学習塾でですね、社会科の講師兼英語の講師として働いていた経験もあるので、教育ってこういうふうにするんだなっていうところの、ベーシックなところは学べたと思っています。その経験を生かしてですね、その IT の技術も重ね合わせることで、より多くの層にリーチできるのではないかなというふうに思ったので、次に学ぶべきところは IT 技術かなというふうに考えたためです。なるほど。じゃあ AI で、を使ってより安価な教育サービスっていうのをより多くの人に届けたいって思ったんですけど、なんかそう思ったきっかけはありますか。きっかけはですね、僕大学で国際ボランティアのサークル、サークルって言ったらなんですけど、ちょっと NGO に所属していまして、でそこで東ティモールでちょっと塾を、運営していることをちょっと友達とやっていたんですね。でそこでの経験がきっかけというふうになっています。でというのもですね、東ティモールってそのすっごい、2004年くらいに独立したので、めちゃめちゃ貧乏でちっちゃい国なんですよ。そこで一人何人も子供がいたんですけれども、みんな英語とかを学びたいっていうふうな地方の子供が言うんですけど、実はその英語を学びたいと言ってもですね、その100人とかいる学校の中で英語の教科書ってだったら5冊とかしかなかったりとか、あと英語を学びたいんだけれども英語を話せる人もいなければ先生もいないみたいなっていう状況で、非常に教育って格差があるんだなというふうに感じたんですね。で当時僕ずっと教師になろうとしていて、そういうふうな教育系のイベントをやっていたんですけれども、やっぱり教育系のところからその教育業界の視点からだけだと、この問題解決できないなっていうふうに考えた時に、 AI の技術とかがあれば、例えば Wi-Fi がつながっててネットワークに接続できてデバイス1台さえあれば、学習コンテンツって今ネットワーク上に様々あるじゃないですか。それこそ YouTube 見るだけで英語なんて学べる時代だと思っています。なのでそういうふうなところにちゃんと教育を平等にリーチさせるためには、やっぱり教育っていう視点からだけじゃなくて IT 技術っていうところが掛け合わさらないと、そういうことが達成できないんじゃないかなというふうに考えたのがきっかけです。ありがとうございます。ではその IT の中でも営業とかいろんな職種があると思うんですけれども、今回コンサルということですよね。はい。何かコンサルになるその理由とか、あるいはそれのきっかけになった経験とかってありますか。
コンサルタントを、志望した理由はですね、私が、まあ、一番適性を発揮できるのではないかなというふうに考えたからです。というのもですね、学習塾で、まあ、バイトしていた経験なんですけれども、まあ、5年間個別指導とかをずっとやっていたんですけれども、生徒一人一人によって、まあ、個性っていうのがあるんですね。例えばこの子はボンミスをしがちであったりとか、単語を覚えられない子もいたりとか、もしくはテストまでの計画が立てられない子とか、うん、それぞれに対して、まあ、問題点っていうのは様々なんですね。それに対して、まあ、ベストな教え方っていうものが、まあ、一人一人に対してあるんです。で、その、まあ、その問題点に合わせてベストな教え方を考え、まあ、一緒にそこまで歩んでいってあげるっていう風なプロセスが、まあ、コンサルタントの、まあ、クライアントの何が問題なのかっていうところをまずしっかりと議論して、まあ、その問題点に対して、まあ、一番インパクトのある解決策を提示し、で、それの実行に向けて一緒に歩んでいってあげるという風な、その仕事内容にすごく一致するところがあるなという風なのを学生な視点ながら考えさせていただきました。なのでコンサル職を志望しております。なるほど、まあ、実際に教育の現場でそういったことをやってきた、その強みを生かしたいっていうことですよね。はい、そうです。でもその中で、まあ、一人一人違う人に対するコンサルっていうことがあると思うんですけども、なぜその、まあ、IT かけるコンサルっていうと本当にたくさんの企業があると思うんですよね。はい。その中でなぜ弊社を選んでみたっていうかですね、何をやりたいのかっていうところとか教えていただけますか。はい、御社を志望している理由のところなんですけれども、まあ、他の IT ベンダーさんに比べて AI の技術が突出しているなというふうに感じました。学生の、まあ、レベルではあるんですけれども、一応御社に対してさまざまなリサーチをしたんですけれども、まあ、いわゆる今って IT 業界の中って AI ブームって呼ばれてると思うんですけど、さまざまな企業が AI に対して、まあ、お金を投資して、で研究を重ねていってると思うんですけれども、まあ、御社に関してはその AI 技術がブームになる前から、おそらくコグニティブコンピューティングという名前でほぼ同様の研究をなされていたと思います、うん、なので他のベンダーさん、他の IT 企業さんと比較した場合でも、その AI っていうものに対する研究期間がすごく長い分、まあ、やはり技術が高いなというふうに感じられるところが様々見受けられました。なので、特に御社を志望しております。わかりました。 AI の技術がトップって、ありがとうございます。では次の質問に移りたいと思うんですけれども、研究内容、特になんか留学までされてるっていうことをお話しされてたので、どんな研究をされていたのか、それをちょっと教えていただけますか。僕の研究分野がですね、先ほど英文学科と、申し上げたんですけれども、その中でも特に言語学というのを専攻しています。例えばですね、不思議に思ったことがあるかもしれないんですけれども、僕たちって英語を学ぶときにものすごい時間かかるじゃないですか。6年間とか教育したのにネイティブのように喋ることってまあないと思うんですよ。日本の中高に通っていると。ただ一方で赤ちゃんとかって5年とかさえあれば勉強もしてないのに言語って学ぶじゃないですか。うん、そういうふうなところで、なんで赤ちゃんはちゃんと言語が学べるんだろうというところとかを研究したりするのをやっていました。専門的には言語、第二言語学習とか母語学習っていうところになるんですけれども、そういうところを研究していましたね。でその中でなぜその留学っていう道を選ぶことになったんですか。留学っていう道を選んだ理由は大きく2つあります。1つ目なんですけれども、やはりこの言語学を学ぶときに4年間という期間じゃ足りなかったっていうところですね。まあ、4年間って言っても実際は 1,2 年の頃はですね、やっぱりその基礎科目でしたっけ、そのリベラルアーツを学ばなければならなかったので、実際にこの専攻にかけられた時間が2年間、そして就活の期間とか含めると、まあ大体正味1年半くらいになってしまうと、そうなった時にまあ期間が足りないなっていうところが1点目の理由です。で2点目がですね、僕の行った大学のその教授の研究内容がすごく興味深かったので、まあ、そこで学ぼうというふうに思って、その大学、まあ、アメリカなんですけれども行かせていただきました。その2点が留学に行った理由ですね。なるほど。ちなみにちょっと前の話に戻りますけれども、なんでその研究分野をやろうと思ったかっていうのはありますか。これは本当に偶然なんですけれども、まあ、僕の実体験とすごく重なるところがあったっていうところですね、うん、というのもですね、私中国人ハーフなので母親が中国人なんですね。で母親自体は僕が生まれると同時に日本に引っ越してきたんですね。つまり日本語に対してかけた、日本語の学習っていうものに対してかけた時間は母親と僕でイコールになるんですね、現実時間上は。
ただ母親は辞書も使っただろうし、さまざまな学習コンテンツを使ったにもかかわらず、僕と比べて日本語の能力っていうところが、まあ、劣っていたんですね。それに対してなぜなんだろうっていうところで子供ながらに疑問に思ったんですね。それで、まあ、その学校、オープンキャンパスですね、オープンキャンパスでその時の教授の授業で同じような分野が扱われていたんですね、第二言語学習について。それですごく興味があるなと思って、この大学にしようと思って入って、この専攻をしようというふうに思ってこの専攻にしました。あ、じゃあちゃんとそういうオープンキャンパスに行って、じゃあリアルにどういうことを学べるのかっていうを検証したんですよね。そういうアクションもされたんですね。そうですね。ただ何を勉強するのか分からず大学に入るのがちょっと個人的にはあまり好きじゃなかったので、勉強したいことがあったら大学に行くだろうし、勉強したいことがないんだったら別に大学に行く意味はないかなというふうに思っていました。全国の高校生皆さんにこれを届けたい。はい、ありがとうございます。その他留学中に何かチャレンジング、何か大変だったこととか、それをどのようにして乗り越えたかってありますか？そうですね、留学中にチャレンジしようと思ったことは合計3つです。1つ目がですね、現地の何かしらの形でいいのでインターンをしようというふうに考えていました。で、2つ目がですね、まあ、これはあの留学 の, その補助金の条件と重なってしまうところなんですけれども、論文を1本書き上げるというところが2つ目のチャレンジですね。で、3つ目がちょっと留学とは外れるかもしれないんですけれども、週4で必ず筋トレに行くようにしてました。それぞれの目的として、まずはそのインターンではそのビジネスレベルの英語で、2つ目は留学の主目的である、まあ専攻の知識で、3つ目の留学あの筋トレっていうところでは、どんなに忙しくても必ず計画性を持って自分のスケジュールをコントロールすることによって、まあ、マネジメント能力がつくのではないかなというふうに考えたので、週に4回1回1時間の筋トレを必ず行くようにしてました。で、質問に戻るんですけれども、まあ、どういうふうに乗り越えたかというと、まあ、やはり友達をたくさん頼るという他力本願のところになってしまうんですけれども、そこは非常に意識していましたね。例えば課題をやるにしても一人じゃ到底終わらない量なんですね。なので、まあ、先生も事前に言うんですね、僕の課題は一人でやるものじゃないから友達と協力してやった方がいいよみたいなのを全クラスに言ったりとかしていたので、とにかく友達と、まあ、いかにコミュニケーションを綿密にとって、いかに協力して課題をクリアしていくかっていうところを常に意識しながら、この3つのチャレンジを攻略していきました。なるほど、まあ、私も留学中にまさしく日本好きのアメリカ人とすごい仲良くなってですね。ありますよね。もう寿司をおごるからその代わり教えてくれと、まあ、このウィンウィンの関係をっていうのね。なるほど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやすごいですね。どう思いました？外資の IT 系っていうのは目的を持って行動している。で、その行動っていうのがその視野を広く、日本だけじゃなくて海外っていうのがマストになるのかなって思ったんですけど、IT 系の外資の企業だったらそこは絶対必要になってくるんですか？絶対とは思わないですよね。ただ視野を広げる、まあ、大局観っていうか、非常にまあいろんなことを考えられる人っていうのはやっぱり求めてるので、それがたまたま海外に留学っていうことかもしれないですし、いやそれじゃなくて、あの地方の問題を解決しているとか、いろんなこう多面的なことをしてるっていうのを証明する方法っていっぱいあるじゃないですか。なんで、まあ、留学が全てではないかなとは私は思いますね。どうですか、同期の中でみんなが留学生とはちょっと私も思わないんですけども。別にみんなが留学とか海外に向けて興味があるわけではなくて、先ほどおっしゃられた地方創生っていうことに関してすごく興味がある人とかもいれば、あと災害対策っていうところに興味があったりとかっていう風な、興味の幅っていうところはやっぱりすごい、いろいろなところに興味がある人がいろいろな集まり方をしているなというふうには感じますね。ということで、じゃあ今の面接を終えて、石坂さん的に面接官だったらどうですか？おー、即決で。はい、丸ということで。なんか具体的にどこが良かったとかって教えてもらっていいですか？いやもうね、たくさんあるんですよ、本当に素晴らしいところが。ただちょっと3つだけちょっと絞りたいなとは思います。まず1つ目は、どんな切り口でこう質問していても必ずポケットを用意しているというか、なのでそれはもう安心感もありますし、おそらくきちんと考えていて、いろんなパターンをもう練って準備して、
ロジカルに答えるっていうところが、しかもですねフレームがちゃんとしてるんですよ。私は CRE っていうフレームを言うんですけども、コンクルージョンを言ってリーズニングを言ってエグザンポーっていうですね、もうなんでもう最初ですね本当にですね答える時のですね松本さんの答え方って、最初にスポーンってもう結論がシンプルにもう答えるんですよ、うん、なんか一見採用者としては終わっちゃったのって思うんですけども、その後に2つあります3つありますっていうのがもうさらっと出てきていて、それを淡々と話されて、しかも例えばっていうですね限界限がついてるっていうですね、もう完璧なこのフローが出来上がってるんだなっていうふうに、これがもう1つ目ですね。聞いてて気持ちかったですね。2つ目は志望動機のところってもうなるんですけども、自分の強みっていうのを客観的に理解しつつ、相手が求めてるものも理解しつつ、その自分の強みを相手の求めているものにもう直球ですね、まあ、これ自分でよく言うんですけども、スウォット分析で相手のオープチュニティとか求めているものにもぶつけるっていう、きちんと自分自身も理解してるし、会社が求めていることとか、あるいは会社がやってること、あるいは会社が強みと思っているものをちゃんと理解して組み立てて話ができると、これがもう2つ目ですね。自分の強みを理解しているってことと、相手の強みとか相手のことも理解しきっているっていうところのどっちもできているっていうのがすごいところですよね。だから志望動機ですごく重要だなと思うのはこのスウォット分析ですよね。自分自身を株式会社誠石坂誠だと思ったら、自分の強み弱み、じゃあ自分は O ですよね、オプチュニティだから将来どういうところを興味があるのか、そしてスレッドっていうのは自分の同期の人ですよね、競合っていうのは同じ会社を求めている行こうとしているライバルのことをちゃんと理解しているか、これが本当にできていて、なおかつ相手の会社のスウォット分析もできていると、自分の S で会社のオポチュニティ、会社で行こうとしているところがあるじゃないですか、そこにぶつけてるか、このスウォットの S プラス O、 これがですねやっぱりできている人っていうのは強いな、これがまさしく今回のですね松本さんかなと思いました。3つ目は先ほどもちょっと言ったんですけども、もう全てが原体験のものがあると、これですね採用する人からしてみてですね、好き勝手言ってロジカルに言ってもう追い込もうとすることはできます、でも最終的に追い込めないところが原体験なんですよね。なんで原体験でこういう経験があって私はそう感じたんですと、これ言われると否定できないんですよね、面接官ってどんなに悪口を言おうとしても、あなたはそう感じたのね、いや私はそう感じないけどとは言えるけれども、でもそれ否定できないじゃないですか。なのできちんとその理由付けのところに原体験を入れて、自分の感情、その時に自分の中で何が思ったのか、どう感じたのか、それを通してどうしたいと思ったのかっていうところをきちんと言語化できていた、特にまあ留学のところでもそうですし、なぜその研究分野を選んだのかっていうところもそうでしたし、なぜ AI プラス教育なのかっていうところも全て準備していたっていうところが私は素晴らしいなと、これ3つ目です。1個気になったんですけど、日本 IBM の強みを理解されて、そこに対して自分の強みをぶつけましたか？ IBM さんがすごく強い部分弱い部分っていうのは死ぬほど企業研究をしたので、そこはちゃんと知っていましたね。ちなみに具体的に企業研究ってどういう形で進めたんですか？企業研究は主に3つほどやっていて、まあ、1つ目が OB 訪問っていうところで実際の中の声を聞くっていうのと、2つ目が就活系のサイトですね、世の中たくさんあるので何聞かれたのかっていうところを調べるっていうところ、そしてまあ肝心なその企業の中身を知るっていうところだと、企業の、まあ、情報とにかく集めるんですよ。ホームページは全て見るであったりとか、過去の案件実は IBM さんネットで公開してるのあるので、その案件がどういうふうに進んだのか、どういうオプチュニティに対してどういうふうなアプローチをしたのかっていうところとか、あとニュースピックスさんとか、あと日経新聞さんの記事は過去数年分読み込むとかですかね。ちなみに何時間ぐらいかけました？ IBM の面接にかけた時間僕カウントしてないくらいで、結構危ない就活って危ない就活って、僕 IBM さんにどうしても入りたかったんですよ。なんていうの、就活の流れとしては IBM に受かるか、それかセカンドキャリアで IBM を狙える企業かのどっちかっていう風な分け方をしてて、絶対に受かってやろうって思ったので、分かんないくらいに時間かけましたね。それで実際に結果を残すっていうところと、どこ行っても受かるだろうなっていうのは思いますね。どこでそのロジカルシンキングと企業情報をね、徹底的に調べるっていうのはどこから生まれたんですか？塾講の経験がやっぱり大きいかなと思ってて、その塾の授業をするときに社員の方からすごいボコスカ言われて、もうつまんないとか眠いとか受ける価値がないみたいな、お前そんな言うかと思ったんですけど、なんでだろうと思って録画してみたんですよ、僕の授業15分くらい。そうすると人
って何も考えずに ABCABC みたいなのを喋ってると、まあ、異様に分かりにくいんですね。なので分かりやすく喋るためには何をしたらいいんだろうとなると、やっぱ一言でまとめてあげて、それに対して、まあ、証拠であったり理由であったりを付随して、最後にもう一回結論言ってあげるっていう風な自然とロジカルな喋り方をした方が事業としては伝わりやすいなっていう風なことを思ったので、そこから5年間ひたすらロジカルな喋り方を塾でし続けたらこうなりましたね。いやもう話し方がもう分かりやすすぎます。もともとできたんじゃなくて、だんだんできるようになってきたっていう今のエピソードは、今の視聴者の方にもすごく勇気になったんじゃないかなっていうふうに思います。今皆さん目の前のアルバイトとか塾の講師とかやってる方は、今の松本さんの話をちょっと参考にロジカルシンキングであったりとか、人に分かりやすく伝えるみたいなところを意識していただけたらなと思います。最後になんですけど、松本さんの方から就活生に対して の、 そのアドバイスとか、あの応援コメントをいただいてもいいですか？ユニクロさんの面接を受けて、まあ、僕一次面接で落ちたんですけど、その時の面接官の方からもらった言葉で、就活は偏差値ではないっていう風なことを言われて、というのもいかに就活偏差値が高いからって、どこの業界どの企業にも受かるっていうわけじゃなくて、ちゃんと自分の強みとかを理解して、それにがっつりマッチした企業だったとしたら受かるっていうふうなことを言われたので、自分がすごい大手企業だからいけないとかじゃなくて、その企業の、まあ、やりたいことに対して自分の強みがマッチしたら、ちゃんとそれをちゃんと把握して企業研究をしたりすれば、まあ、受かるとこは受かると思うので、気負わずっていうか、めげずに気を強く保って頑張ってほしいですね。ということで、あの本日は皆さん、あの貴重なお時間をいただいてありがとうございました。視聴者の皆さんもぜひ参考にしていただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。